はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はプロセカ、動画撮っていこうと思うんですが、まあ、またちょっと速さね上げてってみましょう。で、1回ちょっとね 7.5 試した後にこのね1日1回無料10連を引くというね、いつもの感じでいこうかなと思います。ちょっと待ってあったじゃあ同じ曲でねいきますか。はい、 7.5 ってなると、まあデフォルトの6からするとね結構早くなってるかもしれんけど、昨日ずっと7でやってたからねいきなりグッドでうん、いいよその感じでラストスパート。まあ私にだってきっとできる。このぐらいはまだそんなに変わってないかなみたいな気がしてるけど、だね10前後の人が多いみたいだね。なんかコメントでねちょっともらったんだけど、なんか 10.3 ぐらいでやってますとかね、まあ9から10ぐらいの間が多いみたいですよみたいなコメントもあったので、無料10連がねいつまで引けるかわかんないけど、無料10連引ける間 0.5 ずつ加速させていけば1週間ぐらいもしね引かせてくれるんだったら、ちょうど10までいくのかなと。まあ 0.5 かけ1週間だと 3.5 だから、まあ6から始めてるから 9.5 とかね、その辺でちょうどいいとこまでね試せるのかなという感じで思ってますってとこかな。まああとはちょっとね、あの比較とね慣れてるやつで試したいっていうことで、速度ねちょっとずつ上げながらずっとミラクルペイントハードやってるけど、難しいやつをね速度上げたことで攻略しやすくなってるかっていうところの方が重要なので、まあ、その辺もそのうちちょっと、試したいとこではあるんだけど、あとね最近追加されてる曲に関しては一応ハードまではクリアできてますって感じかな。うん、だいたいそんなところってとこですけど、あとね無料10連ではね未だに星音引けてないので、無料10連引かせてくれる間にね1回ぐらいは星音引きたいかなっていう、ことも思ってますって感じかな。よかった、できたさあ、じゃあ今日の分の1日1回無料10連引いていきましょう。いけ。まあまあまあまだわからん。さあどうだ。ああこれはないね。リッチか。おお。飛ばしちゃったけど、星さんは持ってない連でしたということで、結構ねまだ星さん持ってないのいるね。なんかこのガチャ画面でさ見れるようにしてほしいよね。押したら開くのかと思いきや開かない。あ開いた。あれ開くのかあれあれなんで開かないときと開くときがある。長押しか。長押しすれば開いたのか。今気づきました。相変わらずね無料10連で星4引けてないんですが、ちょっと追撃で、カラフルフェスティバルガチャ、いやーでもこれね引いちゃってるとねすぐなくなっちゃう気もするんだけど、一応ねあの新キャラの中ではねエナは引けたんですが衣装ついてないんだよね。ということでライブ衣装なしなんで、ライブ衣装ついてる2人というかね、まあミクの方かな、ちょっと引いてみ引
きたいかなということで、追撃一回しますか。いけ。まあ2倍なんでね、確率自体は。さあどうだい。これはあるやつ？ないやつ。あーそうか。ちょっと空振ったか。早く見つけてあげて。はい、この星さんミクは、お、初めてだっけ。はい、どうしよっかな。もう一回ちょっと行こう。よし、オッケーオッケーオッケー、オッケー。さあどうだ、1枚かな。おっと、星さんはかぶり、かぶりというかさっき出たばっかりのミク。そしてルイくんがなんか2回目か続く。そしてで、そろそろか、ねねちゃん来て。大切なことを思い出せたわ。あーっと、これは桃井さんね、桃井さんか。桃井、アイリの星音ゲットとレインボーハートオリジナル。あ、いいね、これは衣装付きね、長押しで見れると。俺ね、モアモアジャンプだけまだストーリーね、あの導入しか見てないので、ちょっとね見てみようかなといったとこかな。まあ今日は、追撃でね20連して一応持ってない星4をゲットできましたってことで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。